はい、今回もね、水星の魔女のお話をしていこうかなと思います。シーズン2第13話が放送となりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、前回はね、13話の方を放送後、まあ、振り返りながらこう熱い感情のままね、動画にさせていただいたんですけれども、今回はね、やっぱり気になるところたくさんあると思います。結構この予告 PV で出たと思うんですけれども、ほぼほぼ予告 PV の内容が第13話で語られたかなと思います。で、この先をね、考察するにあたって必要なのはやっぱオープニングとエンディングですよね。はい。もちろんね、要素としては、その深い部分っていうのは語られないケースもあるんですけれども、ぜひね、注目していただければ今後楽しめる要素増えるかなと思います。で、今回はオープニングに限定させていただこうと思います。またエンディングは後ほどやろうと思います。ぜひ皆さんのね、水星の魔女オープニング、まあ、山さんが歌うね、スラッシュの今回のアニメーションについて何か気になる点などあればコメントで教えてください。ぜひ皆さんの考察とお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の励み及び参考させていただいております。では、早速ね、頭からやっていこうかなと思います。まず一つ目、はい、スレッドとミオリネの描写ですね。もうすでに、ね、楽曲からむちゃくちゃかっこいいんですけれども、後ろから映す二人の姿、見ていただければわかると思うんですが、よく見ていただけると、画面を半分にしてスレッドがミオリネは、こちら別々の背景、まあ、もしくは別々の場所となってるんですよね。スレッタに関しては荒廃した場所、まあ、戦場、例えばね、シーズン2のキービジュアルであるアスティカシア学園の雰囲気にも似ているかなと思います。まあ、ミオリネがね、こっち向いてて、回収型エリアルとスレッタが倒れているみたいな感じでね、守ろうとしているような格好の部分ありましたよね。あのボロボロになったアスティカシア学園のような雰囲気があります。そしてミオリネに関しては、まあ、地球のようなこう穏やかな場所にも見えますよね。この2つ相反するところっていうのは結構これ重要かなと思います。で、最後のね、こちらオープニングの最後にもここにね、戻ってくるようになっているので、ぜひその中間を見ていこうと思います。そしてタイトルロゴの後にも流れるような背景にパーメットの光が流れております。まあもちろんね、本作に一番重要なガンドフォーマットの元となるパーメット部分が描かれております。まだ謎が多いんですけれども、これはね、確実に明かされた時は全て語られる時だと思います。そして海のような場所で落ちていく白いワンピースの長髪の女性がいます。これはね、ミオリネですね。端末のようなものが描かれていますが、これは学園の端末のようにも見えます。まあ本作にも結構登場する回数も多かったりするので、ここがね、モデルとして描かれているという感じです。で、ここでもスレッタが描かれていますが、不安そうな表情で何かを探している、そんな描写だと思います。これはおそらくミオリネかなと思います。で、このミオリネを探しているんですけれども、何かこう海のような場所で沈んでいくってところは、これについてはね、ミオリネの離れていく気持ち的な部分だったりとか、シーズン1最終回でのあのことが思い返されるかなと思います。加えてなんですけども、クワイエットゼロを託される流れになっていますよね。そうなると、ガンダムに関してはこう闇を知ってしまうことから、深い海へ沈んでいくような絶望にも感じますよね。そして走り出すスレッタの後にエラン、まあ、5号だと思いますが、何かを見つめているかなと思います。結構暗い表情を見せているんですよね。もしかすると4号の過去という可能性もあります。途中ね、鉄骨のようなバーが過ぎているので、学園のエレベーターに乗っている感じだと思います。スレッタがね、最初にね、学園に来た時、あんな感じでこう動いていたので、おそらくそういうところかなと思います。そしてね、大嘘つきのシャディクがね、天を仰いでいますね。まだ詳しい過去ね、語られていませんが、シャディクはシャディクなりの考えだったりとか、深い何かがありそうかなと思います。もちろんね、シーズン1の方では、ミオリネに対する思いってところが語られましたが、まだまだ何かありそうですよね。そしてね、グエルジェタークですね。はい、作業着のようなものを着ていますね。これ肩にロゴが入っているんですけれども、これはね、ボブですね。ボブの名前を語っていた時の作業着と同じものになっています。ただ結構体とかね、顔とか汚れているように思いますよね。深くうなだれています。もちろん自らの手でビームをね、落としてしまったことだと思います。ビームはね、本当にグエルだったりラウダをね、可愛がっていたと描写っていうのも出てきているので、これを考えるともう気持ちは納得できるかなと思います。もう悲しい表情は見てられません。で、あの後、果たしてじゃあ、グエルはどうなったのかってところなんですけども、まあ、フォルドの夜明けに捕虜にされているっていう可能性もあるんですが、おそらくこの後の展開的には別かなと思います。それはまた後ほど解説しようと思います。そして地球領へ、まあ、有能のね、リリッキがね、ホワイトボードでみんなに話をしています。スレッタとミオリの姿はありません。これはどう意図なのかはわかりませんが、まあ、紹介かなという感じですね。次にソフィーの持っている人形たちが映されています。ボロボロだけど、これソフィーにとって重要なものだと思います。まあ、家族的なものが描かれていると思うので、フォーカスできる部分かなと思います。第13話ので一体落ちる描写とかもあったので、どういう扱いのか、どういう関係なのか、何を意味しているのか、非常に気になるところかなと思います。そして線路を歩くソフィーとノレア、荒廃した様子からも地球の沿線かなと思います。シーズン1であったね、鹿がいた駅が描かれていたのは過去側しかなと思うんですけれども、いやでもこの線路を歩くっていうこと自体がやっぱりね、果てしないところだったりとか、ソフィーとノレアってね、まともなね、未来っていうのは正直かなり薄いと思うので、もしかしたら救われる展開、まあ、両方も描かれると思うけど、長い道のりが描かれていくんじゃないかなと思います。そしてジェターク社、ラウダ、フェルシー、ペトラですね。で、グラス霊寮はシャディクガールズ、すごいね、颯爽としてのめちゃくちゃかっこよかったんですけれども、で、ブリオン寮の
決闘委員会ですね、セセリア老子も登場しております。そしてサビ前ですね、走るスレッタが描かれています。水晶体に入ったミオリネがひび割れて歌詞の、ね、終止符を打ったでサビへと移るんですよね。サビでは回収型エイリアルがスレッタの目の前へ登場しますが、むちゃくちゃかっこいいけど不穏さしかない機体ですよね。ここでスレッタはエアリアルが目の前にいるのに不安そうな表情をしているんですよね。これだったら今までね、エアリアルっていうのは相棒というか本当家族というね表現をしていましたけれども、エアリアル来てくれたってことでね笑顔になるのが普通だと思います。ではなくて、なぜと思えるようなそんな雰囲気があるんですよね。これは第13話でもあったように、スレッタが第12話でミオリネを助けるためにした行動が間違っていたのではないかという葛藤と重なる部分はあるのかなと思いました。まっすぐなエアリアルにこう戸惑うそんなスレッタですね。その中はぼやける背景にヘッドギアをしていないプロスペラだったりとか、ファラクト戦の時のエランみたいな光が発光する人物ですね。この発光する人っていうのはもう完全にキーになると思うし、果たしてエリクトなのか何者なのかまだ明かされるのは今回シーズン2で何かねヒントがたくさん出てくるんじゃないかなと思います。そしてデリングレンブラの姿だったりとか、まあ、端末を眺めるシャリクで、うつむきながら歩き出すグエルですね。そして背景にね、なんか工場のようなものがあるんですよね。で、先ほどね紹介した通り、グエルっていうのはおそらくこのままねボブとして倒してしまったからもう一度同じように会社へ戻るっていう可能性が高いのかなと思います。で、そこでもうつむきながら自分の行動を見返りながらどうしたらいいのか、進んでしまったことへの後悔だったりとか、まあ、いろんなところが描かれていくと思います。で、シーズン2正直これオープニングも出てくるんですけれども、まあ、あまりね多分発展しないんじゃないかなと個人的には思っています。そして次、水面で半分に分かれるエランですね。はい、ここも結構重要かなと思いますが、こちら半分に分かれていて左目が開きます。この目の雰囲気は4号のように感じますね。まあ、焼却された可能性は高いですが、まだ意思とかそういうところはね残っている可能性はあります。で、注目してほしいところ、まあ、もちろん皆さん気づいたと思いますが、イヤリングですね。イヤリング左右が違います。ね、目が開いてない方、まあ、右側ですね、右の顔の方が羽となっているので、こちら4号のイヤリングなんですよね。で、左が5号なんで、このちょっとね尖ったような、まあ、つららみたいなって言ったら表現がちょっとおかしいでかもしれませんが、スピアみたいなものがついてますよね。こちらが5号のピアスとなっております。で、5号の目が覚めているので、まあ、4号から5号に移ったのかなってところが考えられるかなと思います。で、これに関してなんですけども、まあ、融合するなんてね表現もされたりはするかもしれませんが、4号の意思がしっかり5号に残っていた状態で現在の5号が動いていると考えるとちょっと納得できるかなと思います。まあ、いずれにせよシーズン1の方ではエアリアルとの接点を持つことによってエランというのはね過去の記憶を思い出すことができましたよね。あの思い出した記憶が4号にも伝染してきている、何かしらの意図で移ってくるっていう可能性が、まあ、このエラン同士というよりはどちらかというとファラクトのねパーメットを流入して2つのがね繋がってくるっていう可能性が十分あり得るんじゃないかなと思います。まあ、それがどんな時に活躍するのかシーズン2では見どころかなと思います。そしてね、戦闘場面ですね。エアリアル VS、まあ、ウルとソーンですね。もうこれ次決闘するんでどうなるのかなってところなんですけども、まあ、あとファラクト、ミカエルス、ダリルバルデ。ダリルバルデが出てくるっていうのもなかなかね、見どころかなと思います。果たしてグエルが乗るのかどうなのかってところですね。ここに関しては正直ね、個人的にはかなり予想があるんですけれども、シーズン1の時、デリングがね、変わりましたよね。デリングの背景にウルとソーンが出て、ウルとソーンからノレアとソフィーになりましたよね。ということはこれどこかでシュバルゼって絶対出てくるかなと個人的には予想しております。シーズン1の流れを取るんじゃないかなと思いますね。なので毎回オープニングっていうのは注目していく必要があるかなと思います。そしてエアリアルのカットから走り続けるスレッタ、プロスペラとエリクト、まあ、幸せそうな空気ですね。可愛い娘とは果たして誰なのかっていうところがね、ここは結構重要なところかなと思います。まあ、プロスペラに関してもね、やっぱこれだけの経緯っていうのはまだ分かっていないところたくさんあるので、その辺も語られるのかなと思います。そしてここも重要ですね。トマトの描写、これは向かいに座り指輪をしているのはおそらくデリングの妻ノートレッドレンブランじゃないかなと思います。ミオリネがトマトで思い出す、そんな描写かなと思いましたね。そして御三家ですね。エラン・シャディクはね、前向きなんですけれども、クエルが背中を向けています。果たして闇落ちするのかどうなのか気になるところですね。そして地球牢の面々、まあ、プロスペラとデリング。そしてスレッタを走り続けてミオリネのところへとたどり着きます。そしてミオリネをね、笑顔で迎えてくれるんですよね。これシーズン1のオープニングだと、ミオリネっていうのは涙を流して、背中を向けていました。ただ今回に関しては笑顔でスレッタを迎えてくれています。これオープニングの最初思い返してもらいたいんですけれども、最初の部分が荒廃するスレッタの場所から穏やかな感じのミオリネの場所という感じになっていましたよね。ということはスレッタが走り続けてミオリネを探した先にミオリネが待っていてくれているという展開があり得るかなと思います。まあ、結構ね厳しい展開になるかなと思うんですけれども、今ミオリネとスレッタっていうのもすれ違っている状況にあるので、再びもう一度ねスレッタが引き入れるっていうことも全然考えられるのかなと思います。
以上がオープニングの描写を一つずつ掘り下げていきました。いやー、まあ、気になるところたくさんありますね。まあ、ただ、ね、匂わせってところも全然あるとは思うんですけれども、いずれにせよ非常に面白い展開になるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんの気になった点だったりとか、この描写こうじゃないかなとかあればね、コメントで教えてください。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。